沿用漁業、沿用漁業、沿用漁業、パラジックフィッシャースの現代的な定義は、自国の排他的経済水域、200海里水域マイナス 370.4km の内外における大型漁船による漁業のことである。公海や外国の200海里水域内を漁場とすることも多く、世界の海を駆け回る漁業である。単船で行われる場合もあるが、 船団を組んで相互に連絡を取り合う場合が多い。現代の遠洋漁業は大きな資本と人数をかけており、1ヶ月から1年半にも及ぶ日数や人件費などの採算に合うマグロとカツオを主な対象漁師としているが、イカを対象とする船団もある。近年は、巨場まで船だけ先に行かせ、操業を行う船員は飛行機で向かわせることで拘束時間を減らし、 人権費削減をする例も見られる。日本で行われる統計調査における定義では、遠洋漁業とは、遠洋底引き網漁業、異性底引き網漁業、遠洋マグロハエナワ漁業、遠洋カツオ一本釣り漁業、遠洋イカ釣り漁業等を言う。日本は海に囲まれているため、古来より塩洋での漁業もされてきた、この場合の塩洋は、 本拠地の港から遠いという意味。江戸時代になると、鎖国政策によって、遠洋航海が可能な大型船、湿気対応や、長期航海が可能な寝床や、調理場が設置されている船の建造が禁止されたため、北洋漁業の初期段階を除けば、遠洋漁業ができるようになったのは海国語である。実際に、遠洋漁業が始まったのは、明治時代における外国と、日本、 当時は大日本帝国との関係が直接的な原因に似っているが、基金に見舞われているわけではないにしろ、日本の人口像が起きたことや、爆反体制の崩壊による士族の困窮なども少なからず背景として考えられる陸地から遠いという意味で、養漁業が定義されたのは現代になってから。1871年、明治4年の廃藩置県によって、大政士官が起きると、 沿岸漁業において、新規に漁業を営もうとする人々が、漁場に入り込むようになり、江戸時代以来の漁業観光に動揺が生じた。1890年、明治23年になると、勧誘地取り扱い措置が定められ、海面の使用は許可制、水面使用量を徴収することとなり、沿岸における漁業紛争の解決に、筋道ができた。1891年、 明治24年及び1893年、明治26年に北太平洋海域における落港都政の捕獲条約がイギリスアメリカ合衆国、ロシアの間で締結された。すると、条約範囲外の海域での自由な操業を求めて外国領船が南下し始め、親潮に乗って千島列島沖から現福島県岩木市。 塩屋先沖の日本の領海まで進出し創業するに至った。日本政府が1895年、明治28年の落港と生漁法、落港と生漁法、1897年、明治30年3月に沿用漁業奨励法を交付すると、日本の海中漁業も急速に発達し、外国漁船の締め出しに成功した。日露戦争期の1905年、 明治三十八年になると、遠洋漁業奨励法は改正されて奨励金の率が高められた。すると、今度は日本漁船が急速に北、太平洋に進出するようになり、海獣のみならず、魚類やクジラ類などの海生生物に対象も広げられていった。日露、日蘇間の協定が締結され、北洋漁業も発展した。この時期は、 不平等条約の条約改正期にあたり、1894年日清戦争直前に自害封建撤廃。1911年関税自主権回復、日本の海外進出期にあたる。また、1870年代に缶詰の本格的な生産が日本でも始まり、余剰漁獲の輸出や軍事利用されるようになったことも、遠洋漁業発展の背景となっている。 戦後占領期には、マッカーサーラインによって、遠洋漁業は制限されていたが、1952年、昭和27年の同ライン廃止と前後して、特定第三種漁港の指定が開始されるなど、遠洋漁業は再び発展し始めた。高度経済成長期になると、中産階級が拡大し、魚が庶民の食卓を賑わすようになり、 保存技術の向上によって海から遠い山間部でも干物以外に様々な鮮魚を食えせるようになった。そのような社会変革に合わせて遠洋漁業も発展してきたが、1973年にオイルショックが発生してコスト増が起きた。また、1977年に領海法が改正され、漁業水域に関する暫定措置法が施行されたことにより、 ハイ的経済水域が設定され、沿用漁業は外国でのそれまでの自由な操業ができなくなって衰退が始まった。1978年には第二次オイルショックも発生した。さらに80年代半ばあたりから乱獲に起因すると見られる漁獲口の低下が発生し、安定成長期には食事の欧米化。1991年には 牛肉輸入自由化が始まり、肉と魚による食卓のシェア争いも強くなった。すなわち、大量が豊かさをもたらした時代から、需要と供給のバランスによる、市場性の強いビジネスへと変化した。近年は、捕鯨の禁止、国際的な水産資源管理の流れ、そして最近の原油価格の高騰により、沿用漁業で採算の取れる漁種は限られてきている。また、 漁獲口の減少、国別の沿養漁業用の保有線数の割り当ての開始、日本食の国際的普及により、対象漁種の市場価格の高騰が起きて、日本の沿養漁業が、日本のためだけの沿養漁業ではなくなつつある。また、自然保護団体からの批判も受けるようになって、沿養漁業は、沿岸漁業や、沖合漁業とは異なり、単に、遠い海で操業する漁業から、 国際市場や国際情勢と連関した国際漁業となってきている。なお、日本の沿用漁業では、給料が安くて済む外国人船員の雇用によるコスト削減が進み、一方で沿用漁業のノウハウのある船長や漁労長が外国沿用漁業船にヘッドハンティングされるなど、人材も国際化が激しい。 農林水産省の漁業、養殖業生産統計年報によると、沿洋漁業の漁獲量は2000年の91万7000トンから2004年の68万6000トンまで急激に下がっている。2004年時点では2000年の75%まで下がった。ただし、沖合漁業69%に減少や沿岸漁業81%に減少と比較すると、 特に塩用漁業だけが衰退しているのではないことがわかる。塩用漁業と沖合漁業の不振は全漁種別で最大の漁獲口となっているマイワシが66万千トン2000年から5万トン2004年に急減したことが大きい。マイワシは1986年に104万トンの最高漁獲口を記録した後減少する一方である。 日本における漁船の席数は343,411席2004年農林水産省である。遠洋漁業に分類される予報は、ほとんど100トン以上の漁船を用いて行われており、100トン以上の漁船は全体の1%にも満たない。遠洋で創業される漁船では、その特性上短波による無線通信が主流である。母港を管轄する。 漁業無線局に所属し、漁業通信を行っている。通信には、主に中短波台、短波台を利用した無線電話、モールス符号やラジオテレタイプを利用した無線電信が用いられる。日本国内の漁業無線局では2014年現在でも一部でモールス符号を用いた通信が行われている。諸外国では日本以上に広くモールス通信が利用されている。 商船ではすでに衛星を用いたグローバルマリタイムディストレスワンドセーフティシステム GMDSS が配備され、日本国内においては無線通信士が同乗する船舶は見受けられないが、遠洋漁船では先日の通り、短波無線通信が通信手段として使用されているため、ほとんどの漁船には現在でも専任の通信士が同乗している通信士船舶無線、 過去は無線通信紙の同情は義務だったものの GMDSS 装置の普及から現在では任意となっている。マグロハエナワ漁業ではハエナワの長さが 100km から 150km と非常に長いことから多線と交差する危険があり通信には容易に防止できる無線通信を用い多線と情報を共有するという意味合いもある。楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。